声を閉めてください。はい、皆さんこんにちは。はい、本日は、神奈川県民ホール主催、シャボン玉によるこのパフォーマンス、大巻真嗣眠れるリバースにお越しくださいまして誠にありがとうございます。まずは、この、メモリアルリバースの作者であり、このパフォーマンスを演出しました作家で東京芸術大学教授の大巻真嗣さんです。大巻さん、ありがとうございました。ありがとうございます。大巻です。改めまして、ありがとうございます。はい、この、パフォーマンスなんですけれども、実は昨日、雨の中、スタッフ総出で、20人ぐらいですか、カッパを着て越し込んだんですけれども、今日、神様が味方してくれたと言いましょうか、晴れました。ありがたいですよね。いつもこういろんなところでやると必ず晴れてくれたりと思ってもらったりとかして、時には大雨になったりとかもするんですけど、こうやって晴れてもらうと皆さんやっぱ多くの人が来ていただけるので、はい、もう今日は良かったなと思っています。ちなみにいろんなところで大巻さんのこういうシャボン玉のパフォーマンスやってますけども、この横浜の県民ホールの前のこのシャボン玉の飛び方どうですか？これはね、やっぱり横浜 の、 大桟橋でやった時のイメージがずっとあって、それでここの、シチュエーションというか、この場所自体が海に近いこともあって、昼はだいたい海の方に風が流れるんですね、はい、でそれで、その時にここで空気がこうえぐられて巻くような形が出るんじゃないかなというのは想定してまして、で夜は多分向こうから陸の方に陸が温められてるので、陸の方に風が戻ってきて、ここでぐるぐる回るようなイメージが今僕の方では思ってます。なので、なんとなくこれを飛ばしているように見えるかもしれないんですけど、実はこうその自然現象、この地形の自然現象を想定して、この組み方だとか、どういうふうに乗ったらいいかって考えて展示をしております。今現在この横浜というのは非常にアートの開催している場所がたくさん今あるんですけども、ちょうど横浜美術館と、赤レンガ倉庫1号館と、横浜市開放記念会館3カ所で行われております横浜トリエンナーレというアートの国際的なイベント、その応援企画の一つとして、この今回のイベントはパフォーマンスをやったんですけども、まさにこの大巻さんがこの、シャボン玉のパフォーマンスメモリアリバースを初めて、作品化したというのが、9年前の、そうですね、横浜トリエンナーレ、2008年、タイムクレパスっていう、タイトルで、やった横浜トリエンナーレに参加させていただいて、その時は50代で、横浜各地をこういろんな歴史的な場所を皆さんと一緒に、こう市民の皆さんと一緒にこう、回っていって、そこでパフォーマンスをしていくっていう、そういう美術 作品だと大体ホワイトキューブと呼ばれる美術館だとか、この例えば建物の中で行うことが多いんですけど、こうそういうホワイトキューブと呼ばれているところから出ていって、美術館から外に出ていって、その場所自体にこう作品をつな、げていくような展開をする作品を発表しておりました。いろんなこうアートの作品っていうのがありますけれども、今回のこの眠れるリバースですけれども、大巻さんという作家、そしてスタッフ、結構たくさん人数いますけど、スタッフ、そして今回ご参加いただいた皆様、お客様と、そういったコミュニケーションをこうシャボン玉を通じて行うということが一番のこう趣旨ですか、大巻さんの目指すところであるということなんですけど、そのコミュニケーションは何でしょう、シャボン玉、その辺を。コミュニケーションって難しいですよね。コミュニケーションって言われて、ここに皆さん初めて隣同士の方が顔を見合わせてもらうと、知ってる方もいれば全く赤の他人がこの横にいると思うんですけど、そういう中で隣の人が笑ってる姿を見たり、隣知らない人の子供がこう走り回ってる姿を見て、また何かしらこうその人たちとつながっていくというか、個人的なつながりでもあるし、またそこで声がかかって会話が始んでいったりとか、そういった知らないうちにつながっていくコミュニケーションというのは一つあると思います。でその他にここの場所自体に意味があるとか、例えばここは、この神奈川県民ホールで、今は休館中なんですけど、このいつも皆さんがこう中とはコミュニケーションするというか、中とつながっている場所なんですけど、ここのあえてこんなところ、このエントランスでやることなんてあんまないと思うんですけど、
こういうところでやることで、実は皆さんの中で日常当たり前となっているその風景自体が自分の、見知らぬ、例えばこういう パフォーマンスをやることによって、何かしら発見をする、もしくはその場所の面白さみたいなものを発見していくという、そういった場所とのコミュニケーションというのもあると思います。で、前回の横浜ビエンナーレでは歴史的な場所、それは、時間的に言うと本当に大変だと思いますけど、皆さんがこうビルディングになってどんどん再開発していく中で見えなくなっていく記憶というか歴史というか、そういったものを、そこで語ることによってもう一回再生していく。で、それが、歴史とのコミュニケーション、時間とのコミュニケーション、そういった意味で、見えないいろんなもののつながりというものをこのシャボン玉という簡単な一つの素材によって、皆さんが知っていることによってこの大量に発生することによって、日常的から非日常的な、空間を、自分の記憶の中に戻していって、そこの耳をつなげていく。それが、赤だったり青だったり白だったりいろんな色になることによってこの場所のこの建物とこの空間が持つイメージを違ったイメージに変えていくっていう、そういうちょっと風の形とこの空間の形が違ったイメージに置き換えられていくので、夜はよりあの何て言うかな、幻想的で、ドラマティックなあの演出というよりはそういう場所の持っている何かしら物語の違ったイメージを作り上げるというふうに思っていただければいいかなと思います。はい、ありがとうございました。ぜひあの夜の部の方も趣向が変わった、素敵な、まあパフォーマンスになるかと思いますので、ぜひ楽しみたいと思います。そして明日、まあ、ラストになりますけれども、明日の2時にもこの場所で同じようなパフォーマンスを行いますので、ぜひ明日は明日で、風が違うかと思いますし、また違った、ね、あのパフォーマンスになるかと思いますので、ぜひ楽しみたいと思います。今日ここにボランティアに集まった方も9年ぶりにここへ来てメモリアルリバースをもう一回見ていただけている方もいっぱい、初めての方もいると思うんですけど、今日このボランティアの方は本当にご